平殿じゃよ。もう平殿それがし、また来た、成敗したじゃろ。こいつしつこい男じゃの。それがし真っ二つにしたのじゃよ、前作で。こいつまだ死んでおらん。新平殿、改造版新平殿、なんかぐるぐる巻きじゃの、昆布巻きじゃよ。お主ら茶を飲みに来たか。うん、極めとうござりまする。お師範お願いいたします。それどころではないのじゃよ。茶の道具をすべてなくした。もう茶を立てれぬ。お師範殿、茶道具がもうないのじゃ。なんで茶を立てれる。見てみよ、このありさま。いや、そのわらわに茶を立たせてくだされ。横っ腹を茶道具でちょっと刺してしもうての。え、わしはもう茶を立てることはできぬ。無念じゃ。茶の道極めさし、何にもござらぬ。それがしの意志を継いで茶道家にならぬか。茶を立てさせてくだされ。起きなよ、地下に潜んで茶を。道具じゃん、道具がないのじゃ。なればわらは茶器を探してまいりまする。おう、多道だ、良い茶器が手に入ると良いな。なれば信氏殿、共にまいりましょうぞ。わらわは茶器を探してまいる。多能だぞ、茶器を見つかればよいな。お主はどの穴あきまんじゅうにいたす。これ、それがしは、うまそうよな。あ、あるぞ、舌鼓を。あ、それがしは天使の普通。ポンデリングないか。天使の、あ、エンジェルフレンチじゃな。パッデリングないか。パッデリング、パッデリング。はい、からな指先をしとるわ。おろし、奥、奥の、あれ、奥方の。あれ、奥の絵を見てみよう。また春画か。大きいの、大判じゃ。春じゃよ。大判の春画じゃ。あらららら。月春、春来たり。春来たり。これ、なんぞや、紫の。春近し。紫式部じゃな。あ紫式部の。布少なめの。落ちぶれたの、あやつ。何をしておるのじゃ、こいつ。あれ、気づいてくれない。ゆっくり気づくやもし。こっちじゃ、こっちじゃ。ほれ、お主。あ、末広がり、末広がりじゃん。ん、まことじゃ。我々の店じゃな。あ、我々の酒場かの。おめでとうございます。おめでとうござりまする。末広、我々店を出しておったのじゃな。あ、うな、酔っ払いか。いよいどれガンジーじゃ。よいど、いや、ガンジーは関係ないじゃん。ちょっと太っておるの。ガンジーががっかりしすぎた後、もうどうでもいいやってなって、暴飲暴食をしたゆえ、ガンジー太り申した。暴力、暴飲暴食全部やった後のガンジー。あ、ちょっとやっと佇んでる。承知の頭が棒立ちじゃ。あ、鍵なくした、家の鍵なくした。ちょうちん、やばい。ああ、ちょっと捕まるぞ。頭吸われました。え、何もダメージは食らってないぞ、それがし。あ、おつむ、おつむ吸われた。おつむ吸われた。おつむ、これ毛髪検査じゃよ。一回出たら来る。来た。あ、怖いの、怖いので、で、あ、もうないか。おやつ、あ、しかしよ、来た何、ここにいたつくのじゃよ。いやいや、は、はい、入れよ、お主も。このガングが欲しいのかもしれんの、このこの赤いカゴをものすごい見ておるわ。このこれが欲しかったんじゃよ。わらべの頃、これ母君にずっとこれは与えてもらえなかったんじゃな。渋るの。ちょっと安倍総理やります。え、いや、良いわ、お主。やし聞いて、そちゃを飲んでる場合ではござらんぞ。やし聞いて、魔王。お主、みんなで踊ろう。お主、うちで踊ろう、一人踊ろう、変わらぬことを弾ませろよ。少しおしるこいただきまするな。おしるこちょっと一杯いただこう。浴びるな、浴びるな。あ、うまいの。これ、おいしら玉も流してくだされ。飲めちゃんと。白玉を流してくだされ。
全身に阿部阿弥奉行すな。おしるこ全身阿弥奉行じゃよ。うわ絶対ここじゃな。ほれ見よ、もうわかるぞ。うわ、れお炎いかがですか。売り子番じゃ、麦汁売り子の小舞台ら。小舞ののかです。もう戻れない。売り上げナンバーワン。カルロス、もういよいよ巾着、紐巾着も。おい紐巾着、絶対家で寝転がってた、ね、こいつ。好き立ちに参れお主。なんか監視カメラで見て寝転がってたのじゃこいつは。いつまでたっても紐なのよ。パチンコじゃろ、どうせパチンコに行っとったじゃろ。そうじゃよ、銀玉打ち今日じておるのよ。んぞや、ん、おおるぞ。あおるの、大飯ぐらいじゃろ。これ昆布巻きの飯どころに入りたいんじゃ。昆布巻きの後にこういうの見たら可愛く見えるの、やっぱり。ほれあいつ開けてくだされ。あレストラン、ま、たこたびはもう閉店いたしもうしたぞ。お客様今日はもうお店やっておりませんよ。あ店じまいにござるぞ。開けてくだされ。最近までこれ厨房を使っておったようじゃな。湯の温度 いかがで、湯が温かければ、はい、まだ温かい。この近くに誰かおるぞ。探せ探すのよ。お邪魔いたしまするぞ。ちょうちんかい。あんこう屋敷じゃ。その跳ねたとこの下くぐるとかではない。降りて左。歯切れちゃったの。降りて左。歯切れ。歯切れ。もう一回見る歯。いやもう歯見る。あ、いけそう。歯見たら死ぬのよ。歯最後歯だけ見て、歯の白さだけ見たい。歯見えるかな。歯見せてください。あ、歯が綺麗じゃ。もうこやつには。こやつよい、ひものぶし。ついていくのぶしでもないの、こやつも。巾着も。なんでこやつにこんだけ巾着。巾着風天男のひも男。巾着風天ひも男。巾着風天ひも男。やーいやーい。やーいやーい。巾着風天ひも男。悔しかったら働いてみよう、おぬしも。茶器は持ってまいったか、茶器は。いや、おぬしは茶器は。茶器は一つもそれがし。え、茶会にござりまするか。茶器がない。茶器がない。お主も茶器持っておらぬな。持っておらにませぬ。それでよい。茶器はそれぞれの心の中にあるのじゃ。何を申しておる。なんぞや心の中に茶器が。あ、うん、奥大官様、お茶会に参加されるのですか。茶器はいらない。おのおのの心の茶器で茶をたしなむのじゃ。まあなれば早く茶会を始めてくだされ。お師範殿、お師範殿、うん、動き出しましたぞ。近くこれが動く茶室よ。特別の茶室、茶器を用意するからちょっと見ないでくれ。いやさ、まあ、茶器やるとこ見ないでほしいのじゃよ。恥ずかしい。自分の茶器を出すのが恥ずかしいのじゃ。茶器が恥ずかしい。落ち着きたいのじゃ。悪大官これ。おっと。なぜ。おっと。茶室の奥が燃えておるぞ。驚かしたようじゃな。平殿、小坊男も誘っておるのか。紹介しよう。紹介しよう。これが茶の師範じゃ。それがしの。師範。これが。こやつが茶の師範と申すか。大師範だよ。小坊男じゃぞ。昆布茶か。こやつ昆布茶を立てるのじゃな。あ、悪大官が。あ、締め出された。お師範撃ってるぞ。あ、お師範殿、お師範殿、お師範吸い込まれた。お師範殿吸い込まれました。お師範に、お久しぶりです。お師範殿、共に茶を楽しみましょう。お師範、お師範、お師範、動く茶室ごと。いつまで玉ねぎよ、これ切っておるのよ。越後屋、もう長いの、こやつもずっとこれしておる。しごた、検索しておるの。玉ねぎスペースレシピ調べておる。いや僕巾着とか、いや背中の分だけ、いや5つだけです。いやいやこいつも間違いなく上から。いやいやいや、マジですいません。今日はほらほら、前の腹膨れてんの。それなんぞや、それ。膨れておるじゃろ。最近太ったっす僕は。これ巾着じゃろ、お主前につけてるの。これ、いや後ろだ。これ入れれるやろ、お主。これ入れれるじゃろ。いや僕わかんないです。ちょっと僕はなんでこんな少ないのじゃ。わかんないです僕。ちょっと持ち物、いやなんか今日はこれで。ほらほら、巾着巾着。いやこれ違います。もう全く胸のとこ巾着。違います、これ巾着じゃないです。こういう服です、うん。あー、こんがり美味しそうに焼けたな。こんがり焼きズルムケ、まんじ型ズルムケだよこれが。
マジマンジじゃよこれ。マジズル向けマンジ。